はい、どれです。今回ですね、こちらワクワク未来の島探検ということで、まあ、4月の1日限定の、こちらのね、イベントを攻略していこうかなと思ってます。まあ、初見なので、まあ、どんな感じなのかちょっとわからないんですけど、まあ、ルフィとチョッパーとジンベイがいて、他がこういう形になってまして、まあ、多分こうお試しっていうことは、まあ前回みたいなね、かなり難しい、イベントとかではないのかなと、まあ、すぐ普通に攻略できるようなやつなのかなと思いますので、まあ、ちょっと試しに行ってみましょう。さあ、ということでいきます。さあ、まず第1バトルがありますね。あ、5バトルまである感じね。あ、で最初に飛ばされますと、まあ、これ普通にタップしちゃっていいのかな。え、なんか CT52 とかなんだけど、ルフィこれ通常の時も52とかなんですかね。でもそれどうすればいいの。でも大丈夫かな。多分これたまたまかな、今だけかな。さあ、倒していきます。よいしょ、こんな感じですね。で第3バトルはボニーが来るけど、おっと、必殺技巻き戻しか、あ、されます。で第4バトル、これも普通にタップしちゃっていい感じですかね。まあこんな感じで、あ、じゃあまあ別に難しい感じではない感じですかね。まあやってる感じですと、普通にタップしたり必殺使っていけばいいって感じですかね。さあ、ここでルフィ必殺短縮たまるのと、まあ相手がバリア付きとかですかね。でまあ必殺使いって感じなんですけど、必殺技が一応70ターン内で1ミリの攻撃を半減するか、敵全体のバリアを全部剥がし、封じとしびれ、戦闘効果無効を7ターンずつ解除する。強いね、普通に。で自分のショットを、ニックスロットに変換ということで、これで、あ、ルフィおじいちゃんになってじゃん。あ、え、もっとマシなとこあったろ。封じされてしまった。ああなんだ、これで終わりか。あ、なんだ、普通にこれで攻略なんですね。いや、まあ前回みたいに結構攻略練らないといけなかったりだとかっていうのはない感じですね。まあ、普通に攻略できるので、まあ一応これね、1日限定ですので、まあ、早めに皆さんも攻略してみてください。まあ、ちょっと見ていきますか。報酬的にはどういった感じなんですかね。さあ、初クリアで、あ、これでルフィがゲットできると。え、何これ、ルフィ70歳。これすごいね。いいね、このイラスト。このイラストいいね。え、ジンベイ若くなってる、もしかしてこれ。あ、しかも何、このルフィのイラストがこれ。ちょっと待って、ちょっと見ていい、キャラ一覧で入手順にするか。入手順にして、あ、いますね。あ、これアイコンはこのルフィだけど、イラストはこんな感じなんですね。いいね。で、あ、違う、必殺技が違った。何、1ミリの必殺ターンを2ターン短縮し、3ターンの間1ミリの攻撃を 70% 減。あほうほう、敵全体にかかっている攻撃上昇とこの怒り状態を完全に解除し、敵全体の攻撃を2ターン遅延する。そんな強くないね。戦闘効果は毎ターン 10% 減少し、自分以外の攻撃を 3.5 倍、自分の攻撃は微増すると。微増ってなんだ、どれぐらいなんだ。で一味は膝弾巻きもし2ターン回復って感じですね。でちょっと強化してみていいですか、どうせなら。一旦強化しますね。まあ、これ1体しかとりあえずゲットできない感じですかね。これで一旦強化。まあ多分今後このルフィゲットできたりだとかあるのかなと。でもしかすると、一応前回みたいに前回のやつが一応ちょっと見させていただく。はい、ということでね、一応前回がこのイラストになっていまして、ルフィ&ロー&キッドっていうのが、まあ、来ていたんですけど、これが通常のイラストで、まあ、進化させるとこのイラストになるんですけど、この顔すごいな。っていうのがあって、まあ、なんで今回のやつも一応ね、
このアイコンとイラストが違うということで、まあ、今回のお試しでゲットしたキャラはこういうね特別なイラストになっているけど、今後ゲットできる、まあ4月の5日からかな、なんか一応強化素材とかがもらえるっていうのがあるので、まあ多分レベル上限突破とかさせるために、まあ、ルフィ配布してくれると思うんですけど、そのルフィはこのイラストにならないっていう可能性があるので、まあ、この限定のイラスト欲しいよって方はね、今にでもルフィを交換しておく、しっかりねお試し攻略しておくといいのかなとルフィ70歳って名前なんですね。で、まあ、性能見ていくんですけど、何これ必殺弾77って何これさ、じゃあさ、例えばさ、これさ、今レベルマックスまで上げますよ。レベルマックスまで上げて、これさ、必殺弾さ、70ってこと？もしかして。ちょっと待ってよ。71だ。もう使えるわけがない。でもだよね、これでもだよね、ひさた巻き戻し自己端子で51短縮できてもじゃない、これ限界突破も上げたらって感じかな。ちょ一回限界突破も上げますね。あれ何、あないちゃんと交換しとけよって感じですけど、ちょっと交換しますね。はいはいはい、わかりましたよ。はい、わかりましたよ。なんかすごいな、ロードが、ロードが入るな。さっきの紫の石をちょっと交換させていただきまして、さっきのルフィを強化しますと。はい、これレベルマックスまで上げます。でもこれ必殺短縮70でしょってなったら、51短縮されたとしても、あれですよね、これ51短縮されたとしても19ターンなんで普通にまともには使えないですよね。まあ、なんで多分次のそのね通常のこのルフィに関しては効果が変わったりだとか、まあ、この膝ターンがまともになっているっていう感じなのかなと。で多分これルフィ70歳になってるので70ターンっていう形でちょっとね運営さんの面白みっていうかねやってくれたとこなのかなと。でまあ一応こちらサポート対象キャラの基礎これな、でも全部あれなんですね、あの倍率下げられちゃうんですね効果が。で必殺技、海賊祭の方もまあまあそんな使えないですよね普通に考えて使えないですね。ダメージ自分の攻撃ダウン速度ダウン、うん、まあ使えない性能ですよね、もちろん。なんで本当にこのイラストを楽しむだけのものになっていますので、まああれですね、多分まあ何回も言うんですけど、まあ、4月の5日に、まあ、強化素材とかもらえるので、その時に、まあ、このルフィがまともな性能のルフィをゲットできるっていう形になるのかなというところになっていますので、まあ、とりあえずね本当にこのイラストが欲しいよって方は、今にでもねお試しをしっかり攻略しておくようにしておいてください。